ザ・シー・ケークは、ジャズからの影響が顕著なポップ、ロックバンド。地元のバンドである、カクテルズ、シュリンプ・ボード、バストロのメンバーによって、アメリカ合衆国入りの一周シカゴで1990年代半ばに結成された。バンド名は、ガスター・デル・ソルの曲、ザ・シーン・ケーキを誤って覚えていたものをわざと、再解釈したものに由来する。シー・ケーに関連しているバンドには、 シュリンプボートやカクテルズの他にトータスやガスターデルソルがある。1997年のザ・ホーン以降は楽曲に彩りを与えるためにドラムマシーンやシンセサイザーなどの電子楽器を使うようになったが、依然、独特のポーストジャズスタイルを保っている。シーンケークはシングルのリリースを避けており、アルバムの形でリリースする方を好む。トータスにおいてジョン・マッケンターが、 複数の楽器を演奏するのに対し、C&K においてはジョンが演奏するのは基本的にドラムだけである。メンバーのサムプレコップとアーチャープレウィットはそれぞれソロアルバムを出している。C&K のジャケットにおける絵画の多くはエリック・クラリッチによるものであり、写真はサムプレコップによるものである。アーチャーは自身のコミックの出版に携わっており、グラフィックデザインをしている。 バンドは2004年から2007年までの間、活動を休止していたが、2007年にエブリバディをリリースし、バンドはツアーを再開した。2008年10月には、ニューアルバム、カーアラームをリリースしている。最新アルバム、ムーンライトバタフライは、2011年5月にリリースされた。また、2010年10月には、ツアーに同行した、ブロークンソーシャルシーンと共に、 特別、シングル、スカイズをリリース。下記の作品はすべてスリルジョッキーからのリリース。ありがとうございます。